喜劇駅前弁当は1961年12月24日に東方系で公開された日本映画カラー東方スコープ東京映画作品89分キャッチコピーは色と欲の寿司詰め弁当売るのも買うのも好きものばかり駅前シリーズ第3作本作は浜松駅前の弁当屋が舞台となりシリーズ3作目にして 早くも舞台が首都圏から離れた。なお同年には森重久也主演の俗社長道中期も浜松市が地方ロケの場所となり、森重は1年に2度浜松を訪れたこととなる。助演は前作から引き続いて坂本九が同じ選択屋役で出演、そして喜劇界から花火師ち茶子と柳谷金五郎といった大物が出演、そして 社長シリーズでおなじみの加藤大輔も出演している。さらに新東宝映画セクシー路線の看板女優だった三原陽子が新東宝倒産に伴いフリーとなりストリッパー役で東宝経営が唯一の出演を果たしている。泡盛くん西へ行く駅弁販売も行っていて、当時は駅で停車中に立ち売りの売り子を窓近くへ呼んで窓越しに購入する方法が主流であった。 この年の日本での現実で大きな台風は台風18号の第二室戸台風である。ありがとうございます。